それでも男は抵抗を続けます。やったな。カランクラめっちゃぶつかってるよ。どこって？東京？東京のなんか市役所。現住建造物等公開。あれなんか銃刀法違反などの疑いで、いつ？南市に住む職業。自分のナイフで刺したんかな。渡辺正幸容疑者。現行犯逮捕しました。こっちが痛い。この緊迫の映像を撮影した。捕まりたかったんだろうな、多分、うん、捕まって刑務所の方が楽に。ほんまよ、税金でいいご飯食べながら年越せるわ。なる、餅が出るかもしれない、餅が。かわいよすぎ。おかえりー、おかえりーって言うんだろ。かわーピシッ、ね、狙われちゃった。そこの通し見といてよ。サミンテ違うよ。モグちゃんが逃げるからよ。モグちゃん逃げるからよ。逃げてる。そっくりじゃん。でもうち名古屋だったっけ。でも1000円のとこでよかったよね。美容院？美容院？でも安いんよ。これ600円なんだ。あ、そうなの、うん、元千2000円なんよ、うん、で、2日前まで予約すれば200円引きなんよ、うん、じゃあ、リクルートポイントだったっけ。ああ、使ったね。リクルートポイントすぐたまらん。すぐたまるな。うん、お母さんもあのパーマ当てとってたまるの知らんかったんよ。1年に一遍行くか行かんかぐらいのパーマなのに、うん、あのポイントが失効せんけさ。どうしたらもう借りたいんかな。でなんかすっごい安でたよ。もともと安いパーマが、うん、ほんま2000円ぐらい出てきたもん、うん、びっくりした。ネットで予約するときにポイント使いますかっていう表示が出て、うん、え、ポイント？うん、そう。しかも3000円近くあって、そんなにあった？うん、びっくり。でもあのあれなんですよ、なんかクレビンが頭に1000円ぐらいな。あ、ジャケットまとったんかな。おかしいと思った。あ、その時に行くんやろ。なかなかくれんけどさ、たまにも行くんやろ。これ、あてけえな。使ってけえじゃろ、今。焼けるぞ。焼きハムになるぞ。こんがり。あ、チロ、あれと、あれあげるやん。あれ。お母さんのプレゼント。優しいな。いいよ、後で振り込んでおいてくれりゃ。ちゃうか。行くで。ちゃうか。行くで。あ、腹が可愛い、腹が。頭洗おうか。ざっと洗ってきたら。おお。あ、来た。待って待って待って。嫌がるかな、ちょっと待って。うん。お、硬すぎよな、ジャンガニなんて。お。一瞬でな、お前。一瞬でな。うまいこと。丸っこいな、この子。ひっくり返されんように横になってるね。慣れてきた。はい、ダメじゃん。あ、縦で撮るかな。